忘れ物はない？だって軽い話でしょ。ちょっとその辺まで行ってきて、それで帰って。私ちゃん様の所有物に等しいんだから、 100% 無事で戻らないと許さない。神がサイコロを振っているこの宇宙で、どれだけ 100% って言葉が重いのか、本当に分かった。また始まったんじゃなくて、ずっと続いてるの。あたしちゃん様がこうなのは、また始まったんじゃなくて、昨日も今日も明日もそうなの。別に、あんたのことを心配してるわけでも、この完全存在であるあたしちゃん様が寂しいわけでもないけど、所有…そもそも、私は知っている。あんたが無事に帰ってくることも、あんたと私がどうなるのかも、それは 100% で知っている。そうだけど、それはこの超越者にのみ許された態度で、あんたやあいつが取っていい態度じゃないの。私はあいつの未来はわからないけど、まあ、あいつも凡人の中ではできない方でもないし、私たちも、私とあいつはマブダチだからさ、私のものをしばらく預けるくらいは余裕でできちゃうのよ。あいつももっとその辺光栄に思うべきだよな。あんたが無事なのは確定的に明らかだから、結果としてどうせあいつも無事なんだろうなってことはわかるわけよ。うん。
そういう言葉があんのよ。知らなきゃそのうち覚えればいいから。あんたたちは少しずつあたしちゃん様に近づけばいいの。ほら、何をグズグズしてるの。寂しいのはわかるけど、さっさと行きなさいよ。一足先に里帰りしてるあいつにもよろしく言っておきなさいよね。違うっつーの。ほら、さっさと行って、とっとと行って、スタコラ行って、そんで早く視界から消えろバーカ。
今日も一人で起きられて偉いね。いいんだよ、朝ごはんもうすぐできるから待っててね。もうちょっとでできるから、お茶碗とか用意して待っててくれる？締め切りだったけど、2人のクラスはもう決まってる。締め切りって加賀祭ですよね。面白そうだけど、予算とか場所の問題で難しそうだね。
秘密ルートを一部開放するとか、廊下の端から端まで使って人間ボーリングをすれば盛り上がるとか。加賀祭は一般のお客さんも来るわけだし。何一言みたいに言ってるんですか。兄さんだって一緒になって騒いでたの、私は覚えてますからね。加賀祭に関して決まっているのは、教室を使って何か出し物をですね。兄さんたちもちゃんと考えてくださいよ。楽しそうなことを考えるのも結構ですけど、